やっぱり引き分けをしないためにも早めの1点ですね。サグマ松下のクロスどうだ、シュート、群馬が追いついた。後半の5分、いやー素晴らしいゴールですね。いやーものの見事に決めていきました。船津のゴール決まって群馬が1対1追いつきました。船津選手はね、ゴールワイドから中に入っていってね、崩していきましたけど、これね松下選手、はい、3人目の動きで、また船津選手に対してのパスですよね、非常に優しいボールで本当に意図のある攻撃しましたね。そうですね、最後また船津に戻して左足、いやー同点になり